さあ、三好さんと小森園ひろしです。はいはい、おはようございます。よろしくお願いいたします。どうも。三好さんは楽屋まで最近やな。はい、もう最近2回ぐらい前に、はい、最年少やね、今この中では。最年少やで。そうそう、21。こいつ平成元年生まれですからね。平成元年生まれなんです、はい、で、小森園が、28で、はい、で小森園もこの芸人になって6年目、7年目ぐらい。え、5年、6年目ですかね。はい、なるんだ。はい、はい、まだそんね。そういうことです。順調やね。順調ではね。いやいや、この前のカンテレの駅で。ああ、そうですね。ありがとうございます。よかったやろ。何回も見たやろ。何回も見ましたね。はい、いろんなとこから電話かかってきましたし。ああ、ね、緊張しまくりでしたね、あの時は。せやけど、ものすごい頑張ったもんね。はい、ものすごい頑張りましたね。はい、ものすごい。いやいやいや。いやいやいや。信じられへんぐらい頑張りましたね。信じられへん。だってこいつね、はい、10月に俺ら11月に島本マラソンの時5キロ出て、はい、俺と1分以上差あったんやね。はいはい、5キロで、はい、5キロでガチンコで行ってんねんで、はい、1分は絶対空いてるはずやん、はいはいはい、な、はい、そうやけどこの前3キロ走って、はい、俺が10分50で小森園が10分54やから、はい、もうだから限界を超えた走りをしてくれたわけやね。島本マラソンでちょっとやばいと気づいたんですよ、このままじゃ。でそっからもう毎日うあのマスク買うて、マスク二重にはめて、はいはいはい、西脇工業みたいな練習やな、あれ。それ濡らしてもうとにかくもう心肺機能は高める。そうそうそう。あ、このマスクね。あ、マスク、いや、デストロイヤーのこんなここが開いてるやつかなって。それ何の意味もないです。西脇工業。僕もあのやっぱりあの夜中の3時ぐらいに入ってきたよ。急に入ってきた。入ってきたかったよ。夜中の3時ぐらいにあのバイクで、うん、あの僕の家までのその道をね、うん、一本道なんですけどずっと走ってたら、うん、誰やこんな夜中走ってんやな思った小森園さんが、夜中の3時ぐらいに家近いんで、そうなんです、坂道を努力をしてんねや、上がってはるんですよ。だからやっぱり努力っていうのは報われるもんでね。そうですね。あのでもね、僕ほんま緊張しすぎて、うん、僕何回か喋ったことあると思うんですけど、うん、あの緊張しすぎたらあの心臓止まるんですよね、うん、これなんか病気なんですよ。緊張したら心臓止まるんだよな。極度の緊張を超えてしまうと、うん、心臓が止まってしまうんですよ、うんうん、だからそのこれ走ってる最中止まったらあかんなと思って、うん、必死になんかこう走りながら走りながら、たらその皆さんそのモニターでご覧になったと思うんですけど、うん、なんかそのこの仕草が、うん、どうやらそのタスキがそうそうそうずれてんのかなとかね、思ってたんですよ。タスキがずれたんやと。いやいや、そんなもうだから見たことないなんか、うん、あのなんですかあれ、うん、スポーツカーのなんですか、うん、バイクみたいな乗ってカメラ、あ、そうそう、よくあるね、サイドカー乗ってカーとか、そんなもん今までないわな。ないですよ。ないないない。日常生活しててね、そんな機械も見たことないですし、うん、そんだけテレビ映してもらえることないのかな、目の前でな、はい、だからもう一歩手前やったんですよ、止まる。やばいと、はい、ほんでその時なんかね、もう森脇さんからも走る直前になっていろいろもうあの緑のマンションが見えたらラストスパートやと思って、その緑のマンション最初競技場出てすぐあって、うん、これじゃないと思ってラストスパート、うんうん、その間どこ探してもないんですよ、もう緑のマンションラストスパートかけるべき、うん、その、うん、もう探してる間にもうゴールしてもうたんですけど、うんうん、もう緑のマンション探さなあかん、うん、見たことないバイクある、あるでっかいカメラある、うん、で隣僕朝日金曜チャレンジャーズっていう憧れ、そうですよ、うん、雨降ってたんで、うん、憧れのチームが走ってるっていう、いろんな要素をひっついて、うん、もうほんまに止まる一歩の心臓が止まる。そうなんですよ。危ないですよ。こう叩くたびにこれ心臓の中こう CG みたいなビューンみたいなバカーンジューンみたいなあるじゃん。レーシングバカね。いやそんな楽しいもんじゃないですよ。そんな楽しいもんじゃないですよ。やばかった。はい、やばかったんですよ。でもその最後一遍ね、抜いて抜かれて抜いて抜かれて、あのシーンはね、今度完全版でもさらにもっと出てくると思う。名勝負ですよ。名勝負やって、ね、だってプロのアスリートに我々芸人が、はい、やるわけやろ、うん、だから今回、うん、あの番組見てたら、うん、オリックスバファローズの選手とか、うん、なんかセレッソとかエベソの選手が、はい、ライバル森脇健児って書いてあるやん。負けたくない。書いてました、書いてました。いっぱい森脇健児、あの人らほんまもんのプロのスポーツ選手やで、アスリート、ね、俺43歳の芸人やで。そんなんがなぁ、かなりじゃあもう森脇さんマークされてるということはすごい。ほんでそれがまた次のまあ言うたらね、ナンバー2が出てきたから強なりますよね。俺こっちでもな、聞いたらな、あの朝日のチームとか聞いたらな、うわあいつ新一が走り出す時に、やばいなあいつ早いねとかみんなめっちゃ焦ってんねん。やばいなあいつ
とかが事前情報がないと、事前情報やっぱり芸人だけじゃ負けたないやろ。タイムリーチラ見たんですけど、もう芸人が結構上位に来てるんですよね、森脇さん見て、あの大阪エベースさんのケビンより僕と森脇さんの方が早かった外人選手より。さあ、じゃあ三好さんも、はい、いっぺんやってみようや、なんか。そうですね、僕も何ね、もうモノマネを中心にいっぺんやってもらえよ、いっぺんやってもらえよ、得意分野に来た、いっぱい立て立てやで、いっぱい立て分野来たな。好きな人に告白したにもかかわらずその人がいなかった時の武田鉄矢さんのリアクションもすいません、なんか、こんなとこに、急に呼び出したりして、実はあなたに話したいことがありまして、実は私あなたのことが好きなんですって、いない。偉いよね、偉い豊かのすごいよ、まだまだこれからですけどもね、はい、あの今笑いがちゃんとあんねんから。そうですよ、はい、堂々としてますよ。大したまだもう一個ぐらいあるやろ、なんか、ね、行ってみようや、これや。三河圭一さん、今日の共立美容外科、共立美容外科。めっちゃ似てる。何見てんの。あ、これ余興ねえな。余興ネタねえよね、それ。お願いします。目の前にね、お客さん。三好さん、今のやつ先やった方がよかったな。逆で。逆やな。逆です。明日はそうせえ。明日逆。明日逆。どうもありがとうございました。